絶望プリズン。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの絶望プリズンというゲームをやっていきたいと思います。はい、帰ってまいりました。スタジオわさびさんのゲームです。今までスマホアプリだけだったんですけど、今回パソコンでもプレイできるってことで、じゃあだったらパソコンでやってみようかなと思って今インストールしました。なので早速始めていきましょう。あー楽しみ。てか初めにってやつ読んだ方がいいのかな。ちょっと読んできますね。てかみんなも読むのかな、これ。はい、絶望プリズンをインストールしていただきありがとうございます。 PC 版にはスマホ版と大きく違いがありますので最初にご確認ください。あ、そうなんだ。また実況していただける場合は実況のルールをお守りいただければ幸いです。分かった、ちょっと実況のルールを確認してきます。ちょっとお待ちください。はい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 、なるほどね。あー分かりました。実況上のルールっていうものがあったんですけど、それ読んだんですけど、本編のみできる、あと絆ストーリーっていうやつがあって、それも2つまでならできるけど、トゥルーエンドは見られないそうです。なので初めに言っておきますが、本編しかやりませんので皆さんご注意ください。ということで本編で遊ぶと。なんか個性的なキャラクターいっぱいいんな。何これ。遊びたいパートを選択してください。目覚め。お、第一章、絶望の始まり。謎の声。ねえ、逃げないでよ。いや、こっちに来ないで。あ、結構声が高い女の子かもしれない、この謎の声の人。何を笑ってるの。だってどんなに私を拒絶したって逃げられるわけないじゃない。私はあなたなんだから。それってどういう。もうそんなに可愛い声出さないでよ。そんな声出されるともっと可愛い声聞きたくなっちゃうじゃない。おうおうおう、わお、えぐいですね。今どんな気持ち。自分の血で真っ赤に染まるのってどんな気持ち。いや、痛い痛い。やめないよ。わお、触っとる。こうさせたのは自分でしょ。やめて。本当に同じ顔やん。同じ顔ってか同じ人やん。それじゃあこれで最後。それじゃあね、さよなら私。おう、やめろ。今のは夢か。ここはどこだ。え、俺、女の子じゃないの。どうして俺はこんなところにって言ってる。おや、さっきとは違う人なのかな。ん、なんだこれ。腕に
やけどの跡。やけどなんて、いつの間に。って、今はそんなことより、早く助けを呼ばないと。ん？あれは、看板？ Welcome to 絶望プリズン。なんだそれ。とにかく、早くここから出て、誰か助けを呼ばなくちゃ。クリア。ああ、しばらくお待ちください。はい、調査パートスタート。おお、かっこいいね。探索の進め方、とにかく気になるところをタップ、気になるところをタップして調べることができます。探索中に発見した証拠品は自動で使用されますと。はい。で、マップのある調査パートの場合、まずは行きたい場所をタップしてからその中を探索してみましょう。はい、×かな、これでいいのかな。で、ちょっと看板調べる前にこいつとか。太陽のネオンが光っている。あー、終わり。で、月のネオンが光っている。他は別にないのかな。この扉は扉だ。ガチャガチャ、鍵がかかっている。ん、扉に何か書いてあるぞ。夜、私はいつも一人。でも、あなたは私をいつも見上げてくれる。どういう意味だ。とにかく、どうにかしてここから出ないと。おお、進展あり。はい。で、この看板を見るのかな。あ、これはいいのか。Welcome to 絶望プリズン。ここは一体、早くここから出ないと。え、で、これは鍵だ。あ、いいのか。じゃあ夜の、ん？夜私はいつも一人っていうことは月をタップすればいいってことね。これは鍵だ。そうか。あの扉に書いてあったのは月のことだったんだ。これでここから出られる。おう。はい。で、じゃあこれで。ガチャガチャ。うん。で、さっきの鍵を使えば。カチャン。よし、鍵が開いたぞ。クリア。で、開ければいいのかな？ガチャ。開いた。おー、すげえとこだな。ここは、なんだ？謎の人物 A。ああ、ダリーな。誰かいる？まったく、なんか音がすごい、おやおやっていう。一体何人食われたら気が済むんだよ。謎の人物 B。最近本当に、多いですね。コツ、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 そ、しょ、しょ。こっちに来るぞ。おお、なるほど。なんだてめえ。なんでここに人間がいいんだよ。俺、自分でもどうしてここにいるのか。猫彦、この人まさか。あ？なあ、なるほど。ここは一体どこなんですか？ここは絶望プリズン。自分の中にいる。もう一人の自分と向き合う場所。絶対こんな声じゃないんだよな。キョドって人。なんかキョドってるからかな。もう一人の自分。なんですかそれ。いわゆる、ドッペルゲンガーというやつです。ドッペルゲンガー？ああ、そうだ。私と猫彦は、ここの管理人をしているんです。絶望プリズンの管理人。仕事ができないため、いつもマニュアルを抱えている。一応、猫彦の先輩。キョド。おう、キョドちゃん。にゃっはっは、よろしくな。絶望プリズンの管理人。性別は男。荒っぽい口調だが、仕事はしっかりこなす。キョドのことを先輩だとは思っていない。猫彦。おう、猫彦くんかわいいね。ショートパンツ似合ってますね。あんたたち、さっきから何を言ってるんだ。ふざけないで、早くここの出口を教えてくれ。ふーん、そんな偉そうな口聞いていいのか。
せっかく記憶を取り戻すヒントを出してやろうってのに。俺の記憶？そういえば、俺は、誰だ？主人公大体記憶喪失よね、なんか。今頃気づいたのかよ。どうして？そんなの、お前が一番よく知ってるだろう。そんな、頼む！助けてくれ！どうやったら俺の記憶は戻るんだ？そう簡単に教えるわけにはいかねえな。じゃあ、どうすれば？あなたには、ドッペルゲンガー退治のお手伝いをしてもらいます。ドッペルゲンガーを退治？ここ最近ドッペルゲンガーが増えすぎて大変なんだよ。ドッペルゲンガーを放置すると最終的には本人が食われてしまうので急がないと。食われる？まあ平たく言えばドッペルゲンガーに本人が殺されちゃうってことです。こいつら本気で言ってるのか？とにかく あなたに選択肢はありませんよ。せいぜい頑張れよ。そんなこと言われても一体何をすれば？あなたにはとある高校に潜入してもらいます。潜入？海神学園2年 B 組。最近そこからドッペルゲンガーが大量発生しててやべえんだ。でも潜入って一体どうやって？まあ俺たちの仲間がよろしくやってくれるから安心しな。あんたたちの仲間？はい。現実に戻ったら、池袋にあるバーラブリー男爵を訪ねてください。なんだ、ラブリー男爵って。ラブリー男爵？なんだよ、それ。じゃあな、人間。自分を取り戻せるようにせいぜい頑張れよ。次の瞬間、俺は意識を失ってしまった。おお、ちゃんと瞬きしてくれる。ここは。目を覚ますとそこは夜の街だった。これは？手にはメモが握られていた。バーラブリー。バーラブリーじゃねえ。バーラブリー男爵。どうしよう。こんな非現実的なこと。でも、今の俺には他に頼れるものがない。とりあえず行ってみるか。クリア。おお、調査パートスタート。夜の街だけど、これどこ？バイク。この人触ってみる。ヤンキーの人たちが着ていそうな服を扱ってる店だ。ああ、服屋さんか。なんだか見た目が怖い店だな。メモに書いてある場所はここじゃない。なるほどね。はいはいはい。じゃあこっちは？これか。バーラブリー男爵。ああ、次、2回目で当てちゃった。他のとこ調べたかった。ここだよな。この店にあいつらの仲間がいるらしいけど。てかなんかさ、あの、メイドがつけてそうなあの、ひらひらを頭につけてて可愛いね。なんだか怪しい雰囲気の店だし、本当に入って大丈夫か？謎の男？うん。あんた、私の店に何か用？うわぁ！すいません。何に謝ってんのよ。変なボーイね。でもまあ、結構可愛い顔してるわね。俺、記憶がなくて、それでここに行けって言われて、それで来たんですけど、話聞いてますか？あんたがね。俺これからどうすれば？とりあえず立ち話もなんだし、お店に入りましょう。はい、わかりました。ほりゃ。ライフ1消費して、はい。ゲームを進めるためにライフが必要なんだね。オッケー。毎日5時に最大20回復すると。はいはいはい。
で、はい、次のパート進みます。ガチャ。見たところ普通のバーだな。何か飲む？ウーロン茶で。オッケー、800円ね。た、高っ。それに俺お金持ってないですよ。じゃあ付け払いね。そんな。はい、どうぞ。ウーロン茶。ありがとうございます。私はこの店のオーナーアブ、よろしくね。バーラブリー男、ラブリー男爵じゃない、ラブリー男爵だ。バーラブリー男爵のオーナー、性別は不明、趣味が筋トレらしくかなり筋肉質、押さえつけられたら逃げられそうにない、アブ。はい、あ、これ閉じるをちゃんとクリックしないとダメなのね。どうもアブさん。あの二人から話は聞いてるわ。記憶喪失なんて大変ね。それで俺はこれから何をすれば。大丈夫、もう転校の準備も進んでるわ。で、転校？あんたは海進学園の生徒になってドッペルちゃんを退治するんでしょ？そんな突然言われても俺何の記憶もなくて。だからこそじゃないの。あの呪われたクラスに発生してるドッペルちゃんを退治して記憶を取り戻さなくちゃね。はあ。記憶が戻るまでここに寝泊まりしていいから、せいぜい頑張りなさいね。ここに？何？不満でもあるの？夜に襲われたりしないよな。とにかく今日はもう遅いから、ゆっくり休んで明日から頑張りなさい。はあ。そして次の日の朝、俺は海進学園2年 B 組の教室に来ていた。ここでいいんだよな。あ、お前そんなところで何をしてるんだ。これ先生かな。ああ、もしかしてお前が転校生か。多分そうです。どもりすぎだよ。よりによってこんな時に転校生とは。こんな時って？俺は担任の宮本だ。宮本正史、2年 B 組の担任。最近禁煙に成功したらしい。髪やひげもちゃんとセットされておらずだらしない。おそらく仕事ばかりしていて結婚などはしていないだろう。なるほど。いや、だいたいさ、出てくる人の一人はさ、こういうガニ股の人いるよね。でもこういう人結構好きなんだよね、私。さっさと教室に入るぞ。はい。なんか感じの悪い先生だな。ガチャ。ざわざわ。お前ら、静かにしろ。突然だが、このクラスに転校生が加わることになった。じゃあ、軽く自己紹介をしてもらおうか。どうも、はじめまして。今日から転校してきた、名前を忘れてるんだった。信行と言います。よろしくお願いします。俺は焦りながらもとっさに思いついた嘘の名前を名乗った。よーし、じゃあお前らも適当に自己紹介してやれ。黒木文。すごいな、なんか生徒会長か。なるほどね、風紀委員かと思ったわ。学園の生徒会長をしている黒木文です。よろしく。すごい、なんかもうマジで個性的だな、みんな。綺麗好きなのかな、この人は。内宮さとみ。いや、声どうすっかな、この人。副会長の宇都宮さとみだ。森園うさぎ。チース、森園うさぎです。おお、猫脇まち。猫脇まちって言います。よろしく。おお、細山アリス。チャッシュ、
星山アリスです。白川アンです。よろしく。河原美香子です。神宮寺キヤ子ですわ。よろしく。もうやだ、なんかいっぱい人出てきて、もうすごいことなってるよ。多分ね、安定しないと思います。だし、多分パートが進むにつれて、キャラが安定してきて、この声って定まると思うので、今回のパートはこれで許してください。すいません。男になったね。栗山おもた？俺は栗山おもた。よろしくね。もうデブのレパートリーが少なすぎる。三影翼。これ男でいいのかな？三影翼です。よろしくね、信之くん。吉峰るい。吉峰るいです。いやー難しいな。吉峰るいです。どうぞ、よろしくお願いします。あ、女の子だ。西村静香。西村静香です。よろしくお願いします。女だね。また女だね。女いっぱいだね。出雲さなえ？私は、出雲さなえ。よろしく。違う、冬月四郎。僕は冬月四郎と言います。ごめん。本当にこのキャラ好きな人がいたら本当に申し訳ないわ。ダメだ。どうしようかな。僕は冬、僕は冬月四郎と言います。笑顔を見知り焼きよ。もういっぱいいっぱいいる。教室だからマジで人が多いんだね。鬼城キスケ。俺は鬼城キスケ。よろしくな。あ、終わった。絶対なんか被ってる声の人いるわ。ごめんね。じゃあお前ら適当に仲良くしろよ。見たところ普通のクラスだな。どこがだよ。どこが普通なんだ。個性豊かだろ。この中の誰かがドッペルゲンガーなのか。おいお前、うわ、この声は。今私たちはあなたの頭の中に語りかけています。どうやら潜入は成功したみたいだな。いいか、よく聞け。もうこの瞬間から気を抜くなよ。この中の誰かがドッペルゲンガーだ。でも見たところ普通の人たちみたいだけど、普通の人たちではない。それもそうだ。ドッペルゲンガーは本人のふりをして紛れているからな。ほら早く見つけないと。そいつがこれから誰かを襲うかもしれないぜ。襲う？まさか。お前が信じないならそれでもいいが、気をつけないとお前も殺されるかもしれねえぞ。殺される？そんなの聞いてないぞ。とにかくドッペルゲンガーは危険です。早めに退治できるように頑張れよ。それでは。あ、ちょっと待って。消えちゃった。まだよくわからないが、とにかくこの中にいるドッペルゲンガーを早く見つけないと。でも何をすればいいんだ。そして放課後、結局授業の間は誰も怪しい人物はいなかったな。でもこの中にドッペルゲンガーがいるはずなんだ。早く見つけないと。キャー！なんだキャー、誰？なんだ女子生徒たち。廊下には大勢の女子生徒が集まっている。あー、この人ね。この人の声忘れたね。なんか照れちゃうな。三影翼、弓道部に入っている。その妖艶さから女子にファンクラブができるほど人気。ファンたちからはお殿様やミスター目の保養と呼ばれているらしい。
まあ、確かに整ったお顔してるもんね。だし髪型とかちょっと薄めの色のグラサンつけてるとことかね、好感度アップですね。私も好きですね。あー、テルテル顔も可愛い。ありがとう。出雲さなえちゃん、出雲さなえちゃんの声どんな感じだったかな。ねえ翼くん、どうしたの、さなえさん。出雲さなえ、いつもブツブツ何かをつぶやいている。また挙動不審であり、いつも周囲を気にしているようだ。少し不気味だ。だってねえ、わら人形持ってるもんね、片手にね。怖いよ。だしスカートの長さが違うの最近流行ってるけど、そういう話じゃないよね。もうなんかボロボロだもんね。だしこれ今ごめんね、すごいツッコミが追いつかなかったけどさ、このマフラーちょっと鬼太郎っぽいね。だし目ん玉つけてるから、やっぱ目玉の親父、ゲゲゲの鬼太郎ファンかもしれない。これ作ってきたの。これっておにぎり。愛情込めて作ったから、これ食べて部活頑張って。ありがとう。後でちゃんと食べるからね。私のこだわりの具が入ってるから楽しみにしてて。わかったよ、楽しみにしておくね。ねえねえ翼くん、西村静香さん。静香さん。翼くんは今から部活？西村静香、美術部に所属している。清楚でおしとやかな雰囲気の女の子。クラスの中ではダントツで男子人気がありそう。ということは今の声だとダメだな。そうだよ。何それ、手作りおにぎり？これさなえさんにもらったんだよ。そうなんだ。ねえねえ、そんなものよりさ、そんなもの？おお、ライン。はい、これサンドイッチ作ってきたの。そんな地味なおにぎりなんかより絶対に美味しいから。地味？ありがとう、静香さん。どういたしまして。そうだ、翼くん、この間の件考えてくれた？翼くんにデッサンのモデルをやってほしいって話。あれね。もう美術部の後輩たちが翼くんにモデルをやってほしいってうるさくてさ。前向きに考えとくよ。そっか、ありがとう。じゃあまたね。たったった。いやなんかさ、男子にダントツ人気って言うけどさ、すっげえ性格悪そうな女だね。あの女。ねえ翼くん。さなえさん、まだいたの。あのね、美術部のモデルなんてやっちゃダメだよ。どうして？もうこれ以上翼くんが騙されるのが許せないの。僕が騙されてる？それって一体どういう意味だい？とにかく絶対にやっちゃダメだからね。またさなえたちにかっからめがってたるかよ。またさなえたちに絡まれてたのかよ、翼。おもたくんね、おもたくん。おもたくん。栗山おもた、弓道部に所属している。クラスではよくボケて周囲を笑わせている。最近ダイエットしているらしいが、成果は出ていないようだ。いいよな、翼は。いつも女の子からチヤホヤされて。俺も翼ぐらいモテてえな。もう、おもたくん、からかわないでくれよ。そんなことより早く部活に行こう。もうすぐ大会も近いんだし。そうだな。そうだ。
おい、ルイ、お前も一緒に部活行こうぜ。吉峰ルイくんね。この人もなんか美術っぽいけどね、エプロンしてるし。俺は少し用事があるから、それを済ませてから行くよ。そっか、大会前だからマネージャーのルイも気を抜かないでくれよ。あ、マネージャーなのね。弓道部のマネージャーをしているらしい。そこそこイケメンだが、クラスではあまり目立たない存在だ。いつもエプロンをしているのはマネージャーをやっている癖らしい。吉峰ルイ。てか全員あの私服ってことは、なんかフリー、私服 OK の高校ってこと？もちろん、わかってるよ。じゃあ翼行こうぜ。うん。何？その吉峰くんと翼くんは仲が悪いの？まあどこの学校でもある風景だよな。本当にこのクラスは呪われるのか？ちょっとさ、ごめんね。やあやあ転校生くんってところで、ちょっと今回終わろうかなと思います。ちょっと時間がね、結構いい感じなんで。では、次回また、ここから始めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。おつぴよです。